この際申し上げます。民主党新緑風会所属委員に対して出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんでしたので、やむを得ず議事を進めさせていただきます。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに石田正弘君、大野康忠君、守屋宏君、酒井康之君及び三宅伸吾君が委員を辞任され、その補欠として磯崎義彦君、高野光二郎君、吉川優美君、舞立昌司君及び羽生田隆君が選任されました。継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。災害対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。なお要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。次に委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。